精神的日本人って増えてるんでしょうかっていう話を、はい、ちょっとね大木さんのね、はい、まあ、外相会談が8日にあったんですけれども、これ全人代のね、うん、会期中にですね、まあ、こういった閣僚がですね、はい、会見を開く機会が何度かあるんですけども、うん、まあ、その会見自体はですね、はい、まあ、事前に質問をね、うん、国内メディアも国外メディアも質問を出して、うん、まあ、ほとんど予定調和的な会見なんです、はい、ところがその会見終わって、もうはい終わりますって言って、新華社の記者が質問して終わりますって言って終わった、その大木さんが去ろうとした時に、うん、厚労省の、はい、まあ南京がショートにあるね、厚労省の、まあまあ、人気新聞がですね、うん、の記者がですね、現代解放というんですけども、はい、大木さんって言って、うん、あの Y ちゃんって言って、うん、あの大臣みたいな感じで声をかけて、で精神的日本人、ね、の問題についてね、どう思うかっていうのを聞いたわけですで、この精神的日本人、簡単に言うと精日って、書いてるんですけども、うん、この問題というのはちょっと今年あたりから、まあ、いろんなメディアでもね、うん、日本のメディアも含めていろんなところでこう持ち、まあ、注目されてるんですけれども、中国でなんかどうやら増えてるっていうのが、うん、まあ、中国でも報道、環球時報なんかも報道でしてるし、うん、増えてるということで、それについてどう思うかっていった時に、大木さんがなんかまあまあ、いつもよくやることなんだけども、もう顔を、剣を丸出しの、まあ顔つきでですね、こうやって指を上げてですね、で その中国人はクズだみたいな、あのベイレイみたいな、あのそんな、なんかことを言ったわけですね。あ、ババイレイ、あの要するに拝礼っていうような言葉を使ったわけですね。でまあ、こんな、あの要するに、お前ら人間、あのそんなやつらは精神的日本人みたいなことを主張してるのは、にあの中国人の、まあ、クズみたいなことを激しい言葉で、うん、まあ、表情付きでですね、うん、言って、で解放、あの現代解放の記者は、うん、まあ、当然カメラも回して、うん、それ、まあ、あのネットでですね公開してますから、はい、まあ、超あのなんていうんですかね、話題になりました。もうはっきり言って日本なんかは、まあ、外相会談の本気よりもこっちの方が、まあ、多分あのニュースに取り上げられたかと思います。でもこの精神的日本人って、じゃあそんなに増えてんのって何なのっていう話に、なるんですけれども、その要するに中国人だけども心は日本人だと、うん、私は日本人みたいな、うん、日本万歳みたいな、ね、日本万歳みたいな、日本すごいぞみたいなことを言ってる中国人が、うん、まあ、比較的若い人たちがいるんですね、うん、で、まあ、中国はもともと実は本当に日本が好きな人っていうのは結構います、うん、でも圧倒的な、なんていうのかな、文化、あのいわゆる映画とか漫画とか、うん、アニメだとか、はい、そういったサブカルチャーを中心にですね、圧倒的な、まあ、影響力っていうのは実は中国で持ってるんですよね、うん、これあのだから日本大好き、まあ、日本食もそうだし、うん、ファッションもそうだし、音楽もそうだし、日本大好きっていうのは実は結構います。まあ、本人が日本って意識してない部分もあったりとかするんですよね、好きなアニメとか、うんうんうん、でも その精日と言われてる、まあ、精神的日本人と言われてる人たちっていうのは、実はそういう単なる日本かサブカルオタクとはまたちょっと違ってですね、うん、どっかなんていうのかな、その中国人がを否定している、中華民族を否定しているってところがあって、うん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 、要するにもう中国人みたいな、なんていうのかな、そういう、もう中国人であること恥ずかしいと、うん、ちょっとうんざりみたいなね、もう中国人になるの嫌だみたいなことを言ってるわけですね、うん、で、まあ、もうちょっと踏み込んで言うと、どういう人たちが具体的に言ってる、あの具体 的に言われてるかっていうと、うん、あの今年の2月にね、うん、南京あの事件がありました。南京の、ね、大虐殺あの記念館の、まあ、近くか前か、うん、で日本帝軍のですね、はい、軍装、まあ、いわゆる軍服コスプレして、うんうんうん、で写真、自撮り写真撮ってあげた
あの男のが2人いるわけですね、はいはい、で実はこの人あのたち捕まりましたけども、うんうん、まあ行政処分15日拘留みたいな感じだったんですよね、はいうんうん、でこういうのを、うん、要するに、まあ、あの地元のですね現代解放っていうのは割とキャンペーン的にねけしからんみたいな、うんうん、報道してるんですよね、うんで実はこれそれが、まあ、あの今年あった話なんですけど去年の8月なんかもあの上海の思考倉庫っていうねあのいわゆるあの第二次上海事変の最後の戦いの激戦地があるんですけども、うん、そこの遺跡の時にやっぱりあのなんていうのかな軍服コスプレで写真撮ったやついるわけですね、うんうんうん、で、まあ、こういう人たちっていうのがどういう若者かっていうと、まあ、あの中国でその SNS ありますけれどもそういうところに本当にね日本大好きちあのグループが、うん、あるわけですよ、うん、でもう中国人お断りと、はいまあ、日本軍人、旧日本軍人大歓迎みたいなこと書いてるわけねでどういうことかっていうと要するに、まあ、本当に日本軍人いるわけないわけだから、うんまあ、心は日本軍人みたいな、うん、あの人たちの集まりがいててですね、うん、大東亜共和圏はみたいな話で盛り上がったりとかする、うん、あのチームがあるチームというかのグループがあったりとかするわけなんですよね。で本当かいなとか思うんですけれども結構その軍服コスプレとかあと侍武士コスプレとか、うんまあ、やってですね中国の その、まあ、抗日基地をバックにわざと写真撮ったりとかするような、うんまあ、人たちが、まあ、いると、うんでまあ、それははっきり言って表沙汰にやるとバッシングされるから、うんうん、SNS の そのグループの中で中だけで、うんまあ、やってる楽しんでるわけなんですね。だけどもそういうのが、まあ、去年今年とちょっと表沙汰になって、うんまあ、中国では大問題に社会問題になってて社会問題ってこと大勢いるわけじゃないだろうと思うけど ねそんなにいるわけないじゃんとは思うんだけれどもまあまあ現代解放もですね集中的にあの記事してるし環球時報なんかも取り上げちゃってだけどもね全人代のつまり国会の会期中に開かれる、うん外相記者会見で質問するような内容じゃないだろう、ね、だからまあ公式の質問の時には、まあ、事前に質問票を出した時に彼らの質問はこれ却下されたから、うん、あの終わった後に帰り際に、まあ、質問したんだろうけども、まあ、まともにね答えるなよ、うん、大木さんみたいな。だけどもやっぱりねこの問題っていうのは結構実は根深いものがあるんじゃないかなっていうのをやっぱり思うんですよね、うんうん、で私なんかはやっぱりね大木さんっていうのはすごい知日派外交官として、うん、実は現役の記者の時は非常に好感を持ってました、まあ、持ってる人多かったと思います、うん、あの頃はね外務次官とか、まあ、報道局長とかねやってたあの時期と重なってる人が日本人は多いと思うんですけども本当にね国際会議の場で日本語で大木さんって言ったら、うん、こっちに寄ってきて日本人記者だけに分かる話を日本語で話してくれる外交官なんて、ね、そうそういなかったんですよね、うんまあ、この人ね大学で日本語専攻してるからすごい流暢ですもんね、うん、流暢な日本語ね、うん、でまあ時々会見でねあの、うん日本人記者 の、 日本あの中国語下手だっていうのを、ね、そうそうそう直したりとかね、うん、いじったりとかしててねもうあのおいおいとか思うんだけれども、うん、だけどもそういう知日派の大木さんが習近平政権になってから非常に日本に絡んで言う時に語気荒く、うん、あの怒ってるパフォーマンスをするんですね、うんうんうんでまあ、今回も本当にあの写真なんかで出てるように口をいがめてですねいかにもあのなんていうのかな日本嫌いみたいな、うん本当に日本嫌いだったあなたってね楽しんでたでしょっていうね留学時代もね、うん、なんか いっぱいいい写真残ってるでしょみたいな、うんうん、楽しい思い出残ってるでしょと思うんだけれどもなんかものすごくね日本嫌いパフォーマンスをするんですよね、うんうん、でそれはなぜかっていうと習近平政権が日本嫌いだからです習近平さん自身がと、うん、でこれはまあでもまあその好き嫌いって結構難しいと思うんだけど、うん、まあもともとね好き嫌いあの共産党のその政権としての正当性っていうのは日本を批判することでようやく成り立ってるところがあるんだけども、ただね習近平さんのその政権交代のね、あの直前っていうのは、まあ、あの何度も繰り返してますけれども、尖閣問題が尖閣諸島を国有化した。もう民主党政権一番のグッドジョブというね尖閣国有化という、うん、あの事件があったんですね。でこれは中国にとって、まあ、屈辱です、うん、はっきり言って、うん、まさか日本がしかもあのなんかヨレヨレの民主党政権がですねそんなね大胆なことやるとは夢にも思わなかったと思ったんで、うん、まあこれであの胡錦涛さんはですね非常にあの、まあ、弱い立場って言ったらおかしいですけども、うんうんまあ、批判されてあの人はもともと対日重視外交であったし
で、まあ、叩かれたと思いますよね。でそれでその時に政権交代を、まあ、胡錦涛さんに対しても批判したし、あと要するに日本に対しても非常に強い立場で、うん、政権をスタートせねばならなかったっていうのが習近平政権なんですよね。で実際に対日外交っていうのはずっと、まあ、今に至るまで、大変なんていうのか強硬姿勢で、まあ、いかにも日本を軽んじるような、そういう言動も多々ありましたよね。まあ、安倍さんと会った時の仏頂面なパフォーマンスもそうだし、本当に仏頂面だったのか、ね、なんか密室の会議まであんな調子だったのかどうかわからないですけども、とにかく日本に対して強いまあ、上から目線でいる中国っていうのを、まあ、演出 せざるを得ない部分も実は、まあ、あったと。でそういう中で要するに知日派外交官 その前途っていうのは、まあ、非常に悩ましいものだったに違いないんだけれども、うん、王毅さんはなぜか、外相に、まあ、抜擢されるわけでね、うん、これは習近平さん のもう直接指名っていうふうに私は聞いてますから、まあ、王毅さんに対してはしてみればもう習近平さん そのご機嫌というか、うん、もう見放されないようにもう思いっきりねその習近平さんの気持ちというか対日感を忖度して、うん、やってるんだなっていうのが、まあ、少なくとも王毅さんの昔を知る、いろんな、まあ、中国屋の間でなんであんな王毅さんあんな風になったんだろうねって信じられるみたいな話が出た時に、まあ、結局中国官僚ってそんな感じなんだよねっていうところに、まあ、落ち着くんですけども、実はこういうなんていうのかな精神構造っていうのかな、その、まあ、いわゆるこう不安とか焦りとかっていうものが、うん、を感じた時にですね、非常にこう高圧的に、出るような中国人のそのなんていうのかな姿勢っていうのは習近平政権もそのままで、やっぱり習近平さんもいろんな不安を抱えてるんですよね。暗殺だって9回ぐらいされてますから、12月のね去年のクリスマスイブに全人代のね駐車場で、爆発してお腹神経線の下痢になって301病院に運ばれたなんて話が、一部で流れてましたけれども、なんかよくよく聞いたら、いやその爆発した車っていうのは習近平さんその乗ってる車よりも400メートルも離れてて、でしかも習近平さんは全然その車に近づいてない、習近平さんがその、まあ、建物の中に入った後の2時間後に起きた事件だから、いやそこまでビビる必要はみたいなことはみんな言う人もいてたんですけれども、やっぱり301病院に、まあ、腹痛で駆け込んだっていうのは、そのぐらいもう日々、うん、もうピリピリ、ね、ピリピリ、してるんであろうと、まあそうでしょうね、全くねなんかデマなのかって思ったけれども、少なくとも301病院に運ばれたっていうのは病院関係者からその台湾のメディアとかが、まあ、台湾香港のメディアが裏取ってますから、うんうん、まあそうなんだろうなと、まあ、それとその駐車場の爆発事件がこう結びつくかどうかは、まあちょっとまだなんていうのか確実ではないんですけども、まああり得る話だなと。だけども要するにそういうふうにその今中国 その内部っていうのは実のところ自信がとってもないんだ、うんうん、ないから強硬姿勢にあるし、もう共産党も正当性自分たちのまあ鄧小平まではね、とりあえず革命参加してですね、中国作ったっていう自信がああるし、まあ、鄧小平からお前に頼むぞと言われたあの2人ね、皇族の後継の2人はですね、まあ、俺たちは鄧小平に頼まれたからっていうその指導最高指導者の地位っていうものに何ていうのかな、こうある種の根拠っていうか自信を持てたかもしれないですけど、習近平さん何もないから、うん、すごくその自信をどこに持っていくかっていうと、うん、やはり、ま、日本批判に持ってったりとか、あるいはもう反腐敗の強硬的な粛清に持ってったりとか、そういう行動に出るんであろうと。でそういうふうになると、もう今ものすごいね、もう何も言えないんですよね。習近平さんにノーと言えない中国っていうのがまあできてて、この間の憲法の問題も、うん、ここでご紹介しましたけれども、3月11日に、まあ、もう圧倒的な多数で
2958票かな。そうそうそう。で棄権なんかわざとらしく2人ぐらい反対がいるっていうね。反対棄権合わせてせいぜい5人みたいな、ね、どうせ桜だろうみたいなね、うん、反対票、まあまあ、自分で入れたかもしれないですよね。そうそうそう、あの誰もいないと困る、誰もいないと困るからね、困るから。だけどもまあまあそんな、圧倒的なところでその可決されてしまってですね、習近平いいね、あんな憲法改正楽でいいよね。だって憲法の草案がね出て1週間後に全人代があって、全人代始まってからまた1週間で可決みたいな、そんな世界で、うん、あ、じゃあ2週間で決めたんですか、すごいです ねと。で中国でも憲法、独裁政権ってすごいねやっぱり。言っとくけど中国でも憲法修正っていうともう少し時間をかけるわけですよ。で本当に憲法修正案に自信があれば討議に、あの全人代でもっとちゃんと討議しても、うん、常務委員会で何回か討議してもいいわけですよ。あの その全人代がの3月の全人代が始まる、うん、あの間にも何度もね全人代常務委員会っていうのをやってるわけですから、うん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 、だからちゃんとその中央委員なりでそんな急いで可決しないでちゃんとその草案練ればいいわけなんですよ、うんうんうん、でそれだったら、それで憲法修正だったらまあ習近平権力掌握したなっていう風なアピールに逆になるのに、もう不意打ちみたいにもうみんな内容ないよ、どうなってんのどうなってんのって思ってて、パッとその、まあ、中央委員は知ってると思うんですけども、全人代のレベルになると知らない人いっぱいいてたと思うんですけども、それをなんか始まる1週間前にパッと出て、で1週間ではい可決とかってみんな全部、ね、精査して読む時間もないみたいな感じで、もう仕方がないからあの、まあ、どうせ枕番だぐらいな勢い、ね、どうせ反対するわけにはいかないのだからもう、ね、投票の賛成票を入れとくしかないよねっていうような感じの決まり方なんですよね。だけどもそういう決め、そういう憲法の修正の仕方、しかも国家主席 その、まあ、任期制限みたいなね、もういかにもその長期独裁政権望んでますみたいなことをですね丸出しにして権力集中やるっていうのは、本当に権力を掌握している例えば鄧小平さんみたいなんていうのははっきり言って職位とか地位とか関係なかったわけですから、うんうんうん、まあ、ある意味本当にあの習近平さんそんだけ自信ないのね、焦ってんのねというような、うん、まあ、見方ができると思うんです。でもう一回精神的日本人にあのもう話を戻すと、精神的日本人を主張する人たちって何かっていうと、実は中国共産党が嫌いな人たちなんですよ、うんうんうん、要するに俺たちは心日本人って言ってるけれども、うん、共産党の人たちっていうのは、まあ、要するに自分たちの政権の正当性っていうのをどういうところで主張するかというと、日本を追い出した、うん、抗日戦争で、うん、あの勝利したというのが、まあ、一番の根拠になって、うんうん、まあ、ことあるごとにそれを出してくるわけですね。で特に90年代は愛国教育というのもと、まあ、そういう抗日基地作ってですね、反日の、なんていうのかな、教育をもう山ほどもう雨あられとするわけですよ、うんうん、ただ、まあ、江沢民政権のいいところというか、まあまあ、マシなところはですね、同時にサブカルチャーも、うん、まあまあ、制限しながら、つまり、ね、政治とサブカルチャーっていうのは一体化だと考えてなかったわけですよ、うんうん、政治ではやってるけども、みんな家に帰ったら政治では愛国、うん、あの愛国教育反日教育やってるけど、家に帰ったら一休さん見てた、うん、で一休さんはどう考えても、まあまあ日本のアニメだったらみんな知ってたわけですよね、うんうんうん、ところが習近平政権になるとその文化っていうのが、つまりアニメとか漫画とか映画も含めてですね、文学も含めて文化ってやばい力だっていうことをまあ認識し始めて、実際あのソフトパワーって非常にあの強烈な力ですよね。でそのなんていうのかな、その影響力っていうのは非常にね、あの目に見える形で感じることが私も多いんですよね、うん、でどういうことかっていうと、例えば四川大地震で、まあ、小学校のがね、くしゃっと潰れちゃって、はいはい、たくさん あの子どもたちが亡くなった。で私はそれ初7日のね、あの日に入って、まあ、いろいろ取材しても大変悲劇的なあの地震、大地震だったんですけども、その一周期の、まあ、1年後に同じ場所に行った人たちの人から聞いたんだけれども、そこに、まあ、要するにそのまあ、子どもたち用のお墓が作られてるわけですね、うん、でもうみんな子どもたちのお墓なんですよね、うんうん、で備えてるおもちゃが全部ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか、ね、キャラクターね、ウルトラマンとか日本のものしかなかった、ね、っていうことにちょっとその驚きを持って、うん、あの教えてくれた人がいてて、つまり
子供のおもちゃで何一つ中国キャラがない、うん、みんなキティちゃんクレヨンしんちゃんドラえもんであったっていうことに関してやっぱり日本のそのなんていうのかな文化的影響力ってすごいよねっていう話になったんですよね、うんうん、でこの日本だけだ日本のその文化的なエネルギーというか影響力っていうのが大変強いっていうのは実は習近平さんも非常に強くな知ってるのでなので、まあ、文化的なんていうのかなその中国文化中華文化っていうものを非常に、うん、ソフトパワーっていうものを非常に強く言うようになりました、うん、でそこに来て要するに一部の中国の、まあ、若い人たちの中には日本っていうものを使って暗に共産党にノーって言ってる人たちがやっぱ増えてきたんではないか、うん、これは共産党が自分の正当性を証明なんていうのかな主張するために日本にノーっていうのと同じで、うん、日本が好きだ私は中国人やめたい精神的には日本人だという人たちはそれは実は中国人がにダメだって言ってること以上に、うんまあ、反共なんですよね、うんうん、だから実はその人理ってね正日って言ってるんですけど正日っていう言葉に対して正共、うん、精神的共産党っていうものがなんかこう対立してですね別に共産党員でもないのにそのなんか私は共産党員みたいなそういう、こう共産党の取り巻きまあ沖さんもそうですね要するに上を見てその本当はおかしいと思ってるんだけどノーと言わないまあ人たちとのなんていうのある種のその対比だっていう風な見方もまああるわけですよね。で何よりもでもねショックなのはこの精神的日本人を取り締まる法律を今全人代で討議しましょうっていうことを言い出した人たちがいててそれが実は文芸界の人たちなんです。これは文芸っていうのは文学だけじゃないですよ。いわゆる映画俳優とか監督とかそういう人たちもいてて、で30政教委員の中に、まあ、文芸グループっていうのがあるんだけども、うん、要するに、まあ、女優もね、うん俳優も監督とかその作家なんかが政治教書委員会って、ね、いいんだ、ねうん、入ってますよね。これはね、いわゆる全人代が衆院議員だったら、まあ、参院議員に相当する、うんまあ全人代に対する諮問機関っていう位置づけなんですけど、うん、そこのグループ38人、実はジャッキー・チェンもいる、うん、この38人が連名で法律作れと、うん、精神的日本人を処罰する、うん、刑事罰に処する、ね、法律を作れということを全人代に、まあ、提案するわけですよね、うん、で、まあ、その全人代のメンバーにもね学者さんとかねいろいろその大学教授とかがいててもっともらしくこの法律必要だとかって言うようになって本当にこの法律できるかも今の世論の流れではで中でね、うん、言ってるわけですよ。要するに日本帝国に日本の軍国主義、うん、ファシズム、うん、あと日本武士道精神、うんうん、こういったものを要するに使って中国の中華民族を侮蔑することは国家尊厳を損なうとして、ね、国家尊厳法っていう法律を作ってですね刑事罰に処すべきだと。ちょっと待って日本の武士道もダメなのかいっていうね話でそういうまあことを、まあ、しかも文芸界っていうのは本来表現者そういう一番自由でなくちゃいけない人たちなのにね、やる人たちなので、うんうん、表現の自由言論の自由を本来なら擁護してほしい人たち、うんうん、しかも日本で人気のジャッキー・チェンまでそんなこと言ってるのか情けないっていうことなんですよね。もうジャッキー・チェン完全に魂売ってますからね。まあでもねジャッキー・チェンだってね、うん、それはまあ、あの人二枚じもうその時その時言うことコロコロ変わるから ね、 そうそう、ねまあ、だからまあ大木さんと同じですよね、まあ、自分もそのなんかこういつなんていうのかな圧力を受けて失脚して、地位や財産を失うかもわからないと思うとですねもうとにかく、習近平さんとか、ね、上の人たちの、まあ、政権のこう動きを忖度しちゃうわけで、でも、ね、実際にこんな風になってるっていうのは要するに習近平政権が過剰なまでに日本文化を攻撃して、うん、日本を攻撃してでしかも言いたいこと言わせないというね強権政治にもううんざりしてると、うん、要するに自分のたちその日本を利用してですねしかも自分たちの正当性っていうものをですね、証明しようとしない中国共産党に対してうんざりしてる人たちが実は結構多いんじゃないかっていうことなんですよね、うんうんうん、で、まあ、多いっていうふうに言われてますし、で
まあ、そこまでいかなくても精神的日本人とまではいかなくても中国人辞めたいって言ってる人は結構います、まあね、多いでしょうね。だって移民っていう言葉でバッと検索して、うん、憲法の修正案が出た時に移民って言葉でバッと検索してですね、その移民っていう言葉が検索禁止ワードになってしまうっていうぐらい、うんうんうん、みんな移民したいわけです。まあ、でもそれは昔からさ、うん、中国人は移民するじゃない、うん、生活のために生きるためにどんどん移民するんだよ、ね、するって今それだけじゃなくってやっぱりその精神的にももう嫌なの、もう中国人であるっていうことが嫌っていう感じの人は増えてるよね。そう、増えてますね。で実際に日本にね、うん、留学してる人たち、あるいは日本でその研究に来てる人たちとも、うん、私、まあ、去年あたりからこういろんな話を聞いた時に、うん、やっぱり前は日本で研究して中国に戻って、うんまあ、より高いポストっていうけど、うん、今そういう日本研究とか日本で留学して研究する人たちに帰ってからその安全なポストがあるかどうかっていうのも、まあうね、不安なわけですよ ね、うん、そうするとやっぱり彼らのその密かなるというか表立ってというかその願いはですね、中国脱出ですよ、どう考えても、うんでやっぱりそういうことは言ってて、できれば国籍まで日本取りたいと。でこれはまあいろいろとその批判する人も多いかもしれないですけど、割と切実な問題で、今の中国の流れをその見てると、まあ、言論の自由とかね、その例えばその親日化は圧力を受けるとかそういう問題もあるけど、本当に例えば所有権の問題とか人権の問題っていうのは悪くなる可能性があるわけですよね。まあ、そうですよね。ある日突然自分の持ってたはずのものを全部奪われるっていうことは十分考えられるからね。十分ね。で、そういうことを考えるとやっぱりもう中国人嫌だと思ってしまうような、中国人っていうのは、まあ、やっぱり増えてるかなと。だけども法律でね、まあ、政治取り締まるとかってその前に我が身をもっと振り返れと。なぜ中国人ね、中国人を辞めたいというようなね、中国人自身が中華民族のね誇りをですね、損なうような発言や行動をねするような中国にしてしまったかと言ったら、それは君たちの共産党政権、君たちの責任の方が大きいでしょうみたいなねことは、まあ今の中国では思ってても言えないので、まあ、日本から全く部外者の日本人が行ってみようかなと思いました。まあ、あれですね、習近平政権はそんな状況になっている中で、まあ、日本の国会は相変わらずずっと森友でまた1年ぐらい引っ張ろうということだとすると、まあ、日本も相当病が深いと、まあ、深刻だというふうには言わざるを得ないと思います。